どうも、ピロミンです。今日はキレッキレすぎてとっつきにくい人攻略法というテーマでお話ししていきたいと思います。私今は楽読という速読教室でインストラクターをしていますが、この仕事を始める前はですね、リクルートという会社で営業マンを8年ほどやっていました。で、そこでね、いろんな方にお会いしたんですけど、中には本当にすごすぎて、なんか、圧倒されて、なんか上手にお話ができないみたいな、いわゆる敏腕経営者さんみたいな方ってね、いらっしゃったんですよね。そういう方、多分おそらく、営業マンの方でも実は苦手意識持たれてる方は少なくないかなというふうに思って、今日はそこのね、お話をしていきたいと思います。これ別に営業マンの方じゃなくてもですね、例えば接客業の方で、例えばちょっととっつきにくいお客さんが来たとか、なんか、今日初めて初対面でお会いした人、なんかちょっと感じ悪いような気がするんだけどな、みたいな。そんな時にもですね、使えますので、営業マンの方に限らず、お付き合いいただけたら嬉しいです。で、今日私がお話しさせていただく、いわゆるキレッキレの方ですね。例えばこんな特徴があるなと思うんですけれども、どちらかというと、笑わない。ちょっと無表情気味。時々、くすりと笑うかな、それぐらい。で、どちらかというと、早口。ね、パラ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 ー、みたいな。ねそう、どちらかというと、あと特徴としては、身振り手振りが大きかったりとか、あとは言いたいことをはっきり言うタイプだったりとか、この辺が特徴として挙げられますね。なので、多くの方はね、あんまり笑ってくれないし、あんまりお話もしてくれないし、みたいな、そんな感じで苦手意識持たれる方少なくないかなと思うので、ちょっとこういうところね、この人がどんな価値観を持ってるのか、というところも合わせてお話しさせていただくんですが、ビジネスシーンに関しては、とにかく結果主義で合理主義という感じなんですね。あと、どちらかというと面倒くさがりなので、自分にとってメリットになることをもうサクッとやってよみたいな、そんな感じです。なので、こういう方が例えば美容院とかに行ったりすると、美容師さんとはお話ししない。お話ししないんですけれども、今日どんな感じにしますかっていう、そのオーダーに関するところだけペラ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 喋ってくるみたいな。で、いざ施術が始まると、チーンみたいな。ね、もう雑誌をずっと読んでいるみたいな、そんな感じで、別に怒ってないんですよね、彼らは。自分にとって必要なことを適切にやってほしい。で、自分は時間を有効に使いたいという意識がね、お強いんですよ。なので、他のことにも集中したいみたいな。そんな感じ。決して悪気はないので、自分嫌われてるかも、みたいな感じで、不安になる必要はですね、そんな方とお会いした方は、全然思っていただく必要なくてですね。じゃあ、こういう人と、どんな風にしたら、信用、営業マンとして信用してもらえるのか、お友達になれるのかというところですけれども、短時間で求められている行動を取るっていうのがですね、一言で言うと言えます。今日はちょっと、どちらかというと営業さんの方向けに喋るので、営業シーンだったら、この3点ね、気をつけてコミュニケーション取るといいですよというお話をさせていただきます。まず1点目がですね、アポイントや商談など短時間で濃くやるというところがね、重要になってます。ね、世間話とか、ほぼいらないのでご注意ください。最初ね、ピンポンガチャって入って、こんにちは、青山です。玄関の話素敵ですね、みたいな話して乗ってこなかった。としたら、もうスルーで大丈夫です。別に不快だった、機嫌が悪いとかじゃなくて、その話そんなに、ね、してもあんまり仕事には関係ないよね、みたいな感じで多分思っていらっしゃるので。そう。そのままで次の話題、本題に移っていただければ大丈夫です。もちろん、あとは短時間でね、効率よくね、お話をしていく、打ち合わせをしていくのが重要になってくるので、事前準備がね、超大事です。かといってめんどくさがりなので、すごい分厚い資料は目を通してくれないですよね。なので多くて3枚ぐらいかなとピロビーはね感覚的に思ってますけれども、今日この方にね伝えたいことは、ペライチ3枚ぐらいの資料でサクッとまとめてサクッと説明、あと結論から分かりやすく喋ってあげるということがね大事かなと思ってます。で、2点目のポイントはですね、必要以上に距離を詰めないということですね。なんかこれエステティシャンの方だったりとかリラクゼーションサロンの方だと、もうとにかくお客さんと仲良くなろうみたいな、楽しんでもらおうみたいなところから必要以上に話しかけちゃう人っているかなと思うんですけど、いらないですからね、本当に。で、彼らにとってはその時間が癒しだったりとかもねしますし、基本的に営業シーンとかお仕事シーンでは自分的に
あれって思うぐらい、距離を詰めなくて大丈夫。ちょっと、よそよそしすぎかな、自分ぐらいでも、実はちょうどよかった。やるんだったらコミュニケーション取ろうと思って、いかに使えるやつだなと思ってもらうか、こっちの方が重要ですね。なので、例えば、ビジネスマンの方だったら、今日のミーティング、アポイント、多分この話題になるだろうなっていう予測を自分でして、相手の方から何も言われてないけれども必要資料を準備して持っていって、その話題になったらスッと出すみたいな、おやるやんって多分思ってくれると思いますね。言われる前から読んで行動するみたいなことが、ね、できるといいなと思いますね。ここは必要以上に距離を詰めないようにするというのが2点目のポイントで、3点目ですね。ここね、結構重要です。最後は相手に選ばせてあげるということですね。ね、このキレッキレさ、不快に思うポイント、いくつもあるんですけど、そのうちの1個がですね、こいつにいいようにされているというか、こいつの手のひらの上で私は踊らされてるって思うのが実はすごい嫌なんですよね。なので、こちら、やるとしたらこちらから選択肢を提示して、これとこれとこれ、どれがいいですかみたいな感じでですね、最後は締めていただくといいかなと思います。イメージとしては、営業マンの方だったら見積もりとかね、商品の提案するときは多分2から3ぐらいにね、まとめてどれがいいですかみたいな形でね、提案していくといいかなというふうに思います。最後は相手に選ばせて、自分で決めたぜっていう状態に相手の方に思わせてあげてください。という感じですね。はい。アポイント商談は短時間で濃くやりましょう。必要以上に相手の方との距離を詰めないようにしましょう。で、最後は相手に選ばせるっていう、キレッキレさんとつきにくい人の攻略法の、3つのポイントですね。まとめると、とにかく上から行っちゃダメです、この方は。下から行く、もしくは、対等の立場、あなたの役に立つパートナーとしてお付き合いしていくという立ち位置をですね、キープするようにしてください。もうアイスブレイク、最初の挨拶でタメ語とかで行こうものなら、もう閉店ガラガラってなるので、ご注意ください。ということで、ピロミンでした。今日のお話、ためになりましたという方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、また。